聞こえますか？聞こえますか？OK ですか？よかったよかった。マイク OK だったらもう何の問題もありません。始めます。時計が好きじゃけの川野です。よろしくお願いします。1週間ぶりのライブでございます。この1週間何があったか皆さんでお話できたらなと思います。すだちさん、配信まで間に合った、ありがとうございます。 K さん、川野さん、こんにちは。こんにちは、お疲れ様です。いよいよ来月発売されるみたいですね、 MRG フロックマン。そうですね、今日はそのフロックマンについて皆さんの思いとかどう思ったっていうのを聞かせてもらえたらなと思います。おにぎりさん、こんばんは。川野さん、2週間ぶりです。髪切りました？切りました。長かったのをボブにしました。久しぶりのイメチェンです。エリック・ヘイズさん、川野さん、こんばんは。マイクよし。あ、すだちさんのアイコンが変わってますね。何なのか、フロックマンですかね。小さすぎて判断が難しいんですけど、多分フロックマンにアイコンが変わってます。楽しみにしてました。聞こえます、ありがとうございます。いつもほぼ 100% マイクのセッティングを忘れててるっていう、初めて思い出すっていう。いよいよ MRG フロックマンを発表したね。価格が59万4000円、裏蓋にサファイアガラス搭載ですね。ほんとスペックが非常にすごい。フロックマン MRG が出ましたからね。あ、MTG みどりさん、こんばんは。お久しぶりです。1週間ぶりです。こんばんは。今日は間に合った、ありがとうございます。あ、ゴルゴさん、ありがとうございます。先日ご来店いただいて本当にありがとうございました。どこまで喋っていいのかを許可を得てないので。でも本当に遠方から来てくださって、でいろいろ商品1回も2回も見ていただいて、本当時計に詳しいし、時計がお好きで、なおかつジュエリーも
お好きな方だったので、本当私がお話しして勉強させてもらったような、はい、一日でした。で、気に入った、実機はご覧になってないですけど、気になるものがあったので、それをご注文いただいて、後日お送りっていう形でお送りをさせていただいたんですけども、本当ありがとうございました。川野さん、こんばんは。髪切った？切りました。髪切りました。やっぱ気づいてもらえる長さか結構切ったんで、これぐらいいいですね。ちょうどいい長さです、私の中で。ヒロさん、こんばんは。あ、オリオリさん、こんばんは忙しそうですね。そうですね、東京出張があり、そこからもうバッタバタのスケジュールで、ツイッターもインスタグラムもなかなか更新できずだったので、なんかゆっくりライブができるのも、ゆっくりできてるのもこのライブが久々な気がします。コストコでお寿司とカレーパン、食パン買ってきて食べてます。お、MRG フロックマン楽しみにしてみました。皆さんやはり情報を見られてるんですかね。結構情報解禁前から出るかも出るかもっていう話が上がってて、もう私本当知らなかったので、本当にじゃあ出たんだなという気持ちです。こんばんは。髪の毛ショートカットいいね、ありがとうございます。もう短くしては伸ばしてを多分繰り返していくんだろうなと思ってます。私はフロックマンより40周年記念モデル3点の方が気になります。そうですね、あの5000のタイプですよね。GW8330NT、 おー、ちょっと私が把握してないです。すみません。何でも話していいですよ。ありがとうございます。もう本当、過去一の遠方からなんですけど、富山からなんとお車で広島経由してタイムペリア寄っていただいて、そこでご注文いただき、そこからですよ、さらに香川、高知、淡路島と巡られたそうで、まるまる1週間ぐらいお休みを取って、その間にタイムペリアをスケジュールに組んでいただいて、本当ありがとうございました。でその時のフューチャーモデルが、まあ、出たじゃないですか。先月か出たじゃないですか、まあ、あちらは気になってらっしゃったということだったので、まだ在庫があったんで、それをあと後日郵送しますねっていう形でご注文いただいてお送りしたという話です。見られた方もいるかもしれませんが、あのインスタグラムにはスナップ写真をアップさせてもらいました。ん、ウォッチ911さんとのライブと同時に流してます。あ、じゃ あの裏側でこっちが裏か表側でライブ配信をされてらっしゃるんですね。ウォッチ911さん、もう皆さんご存知ですかね。ライブもちょっと拝見したことはないんですけど、存在はもうもちろん知ってる。登録者数もすごい多いですよね。お地球111さん、髪切ってさらに美しくなりましたね、ありがとうございます。川の詣の後すぐいいことあったので、また行きたいと思います。ありがとうございます。私のおかげ、ありがとうございます。どんないいことがあったのか気になるんですけども何だろう。でも過去にも腕時計 YouTuber のムケオさん、長崎のムケオさんもタイムペリア来た後いいことがあったっておっしゃってたので、ここに来るといいことが
あるのかもしれないです。ここで、ここ来て、ここで時計買ったらいいことがあるかもしれないっていうことですね。東京出張、聞き捨てなりませんぞ。あら、東京にお住まいの方ですかね。かわいい。ありがとうございます。お、青春さん、こんばんは。お疲れ様です。カープ情報です。今日のオープン戦、オリックス戦、引き分けでした。あら、昨日は負けだったんでしたっけ。ちょっとこれからどんどん上がってきてほしいですね。またカープ観戦も行きたいですね。髪切っててめっちゃ可愛い。ありがとうございます。結べる長さにもしてますし、下ろしてもいける長さにしました。ん、富山から。川の効果抜群ですね。川の効果。そして、来ていただいた暁には、いいことが起きるらしいので、ぜひ皆様、広島に来たときはタイムフェリア寄っていただいて、時計買っていただいて、ジュエリーでも買っていただいて、次へという感じで、プランを組んでいただいたら嬉しいです。今回のフロックマンフルメタルにすると電波を遮断してしまうので裏側にサファイアガラスにしてフロックマンの模様をレーザー刻印するの。さすがカシオ王者だね。お詳しいですね。あ、こんばんは森本さん。森本さんって昨日話してもいいですかね。昨日お店に来ていただいたんですよ。前々から連絡をくださってて、何日に何々を見たいから行きますって連絡があったんですけども、で昨日初めてお会いして来ていただいて、ご友人の方と来られたんですけども、大阪から。ありがとうございます。でもともと星場さんの YouTube を見てらしたので、エドックスのネプチュニアン、いろいろカラーリング見たいということで、それをご用意させていただきまして、1本ご購入いただいたという形なんですけども、まあ面白くって何が面白いって、もう時計が好きだけの一番最初ぐらいの動画、2年半とかに始めたんだと思うんですけど、初期の動画からご覧いただいて、その頃からファンでいてくださってるそうです。第一声、お店入ってこられて、私と対面した第一声が、え、ナムカワノさんじゃん。そんな言葉をいただきました。面白かった。好きすぎて、時計が好きじゃけえが好きすぎて、川の散歩っていう動画を一度出してるんですけど、お店の周り紹介、それを見てタイムペリアで時計購入した後に全く同じルートを行かれたそうです。お店出てまず右に行き、蜂の木がありっていう感じで、川の散歩をされたそうです。ありがとうございました。ご友人と一緒にいらしてくださったんですけど、ご友人が広島の方で、森本さんは大阪の方で、大阪から来る車内かな、なんか車の中ではもうとにかく時計が好きじゃけの動画をひたすら見ていただいて、でご友人の方と会えばミスチルの話かタイムペリアの話かっていう、その見たくらしいです。ありがとうございました。お仕事頑張ってください。ありがとうございます。あと1時間です。川野さんが高級クラブで指名した時みたいに登場されたのは笑いました。そうですよね、ゴルゴさんも
私がちょっと席開けてる時にいらしてくださったんです階段から降りてきて2つのライブを右目と左目で別々に見てます、うん、天才ですよ右脳と左脳を使い分けて GWF 戦士 1AJF のフルメタル青ベゼルのフロックマン持ってるからこれで十分です。グラタンはたまに食べますか？たまに食べますね。こんばんは。夏休み利用して名古屋から買いに行こうかと真剣に考えています。ありがとうございます。ぜひぜひ。会社の夏休みですかね。お子さん方が夏休みでとかでもぜひいらしてください。その時は事前にご連絡いただけると助かります。私も休みいただいてるとかあるので。じゃあまたタイムペリアで時計買わないとな。そうですね、すだちさんもご購入いただいてぜひぜひどんどんマリリン・モンローさんのような時計はありますか？え、どんな時計ですか？すみません、マリリン・モンローがつけてる時計知らないです。次は MTGB3000 ブルーフェニックス5月買いますよこんばんは、川野様。今日も 4K で見てます。おー、4K は危ないぞ。川野さん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんはでござる。こんばんは。お、生川野さんに接客されたら緊張で喋れんくなりそう。いや、意外と、意外とって自分で言うのは違うか。全然喋れますよ。ほんと普通にいるので。うん、ミスチルの花火知ってます。大阪に帰りながら、お、ニヤニヤしながら聞いてます事故のないように本当お気をつけて帰ってください。もう記念すべき機械式の腕時計1本目をタイムペディアでご購入いただいて、もうタイムペディアで絶対に買おうって決めてもらってたそうで、本当にその節目に立ち会うことができて、一緒に選ぶことができて本当に光栄です。年に 4,5 回来られるということなので、都度時計紹介させてもらわなきゃいけないですねあ、軍曹さん、お久しぶりです。こんばんは、お久しぶりです。名前見て目が飛び出そうになりました。お元気かな、軍曹さん。また今年お会いしてないんで、また夏頃ですかね、お会いしましょう私も右目で別番組、テレビとスマホで川野さん見てます。ということは実質もう両目川野ってことですよね。テレビ、スマホ、もう右目の情報多分入ってないです。今回のフロックマンはアナログフルメタルのフロックマン、かっこいいね。 GWF 線のデザインで作る MRG フロックマンはめちゃめちゃかっこいいね。かっこいいでしょうね。川野さんは卵焼き、オムレツなどの卵料理がうまそうな、上手そうな雰囲気ですね。どんな雰囲気だ。2つのライブを同時に見てると何言ってるか全然わかりません。そうか、音が入ってるから映像だけ見てる感じか。ぜひ一つに絞っていただいて絞っていただいて、なおかつ出ていかれたら言うんじゃなかったと思うんですよね。うん。今日話すことメモは、こちらです。今日の目次、話題のフロックマンについて、時計が好きじゃけえのファンについて、もう2番目については話し終わりましたね。森本さんのことでしたんで。もうめちゃ熱狂ファンで、すごかったです。自分の写真の写りが良くなかったから、ちょっとそこだけ悔いてます。うん。50歳を迎えるときは、広島のリゾートホテル予約してますので、その時にまた、そうですね。もう、っていうことは、もう予定決まってらっしゃるんですけども。前日と当日、
この大事な時期にお会いできるので楽しみです。ドクタースランプ、あられちゃんとか、マジカルタルルートくん、出たマジカルタルルートくん、知らん知らないんですよ、マジカルタルルートくん。あられちゃんも見たことないです。知ってますけど見たことないです。目もびっちりじゃない。そうなんですよ、話すことが思い浮かばなくって。2つです、たった2つでも皆さんと会話を続けられて、あっという間に1時間が過ぎますので何の問題もありません皆さんこうやって聞きたいこと聞いてこられるじゃないですかそれで、あ、ね、実機紹介なんかしたらよかったな。実機紹介、何の実機が見たいかまた教えてください。なんだそれ何のなんだそれだろう。55インチ 4K 川野さん、今日は肌のコンディションよき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 。チタン剣まで作るフロックマンはさすが59万4000円、すごいですね。お、 DJ 家族さん、家族さんこんばんは。家族さん毎回コメント残してくださるので本当嬉しいです、ありがとうございます。んこんばんは、東京出張の話をお願いします。お、そうですね。あ、つなでさん久々じゃないですか。つなでさんでしたっけ、進撃の巨人見てライブ見るの忘れてたってよかったです、来ていただいて。森本さんの第一声の気持ち分かります。僕もテレビ画面で見てるから有名なタレントさんに会えたのと同じですもんね。いつか自分も川野さんに会いたいです。森本さんの共感者がいらっしゃいますでも本当広島に来られることとか中国地方を通ることがありましたら、お時間が許す限りぜひタイムペディアに来てもらえたら嬉しいですね終盤に顔がテカってきませんように。まだギリギリ絶好調、ギリギリ絶好調。でも顔がテカっても私には魔法のシートがあるのでそれで吸収させてもらいます。さらに MRG フロックマンベルトがかっこいいね、ウレタンには見えないよ。フッ素ラバーですね、フッ素ラバーデュラソフトバンドなので、ウレタンとはまたちょっと違うのかなと。紙シート用意しないと、わら。お客様からもお気遣いいただいて、油取り紙の差し入れというか油取り紙の贈り物をいただきましたので、皆さんご存知、幼児屋の油取り紙です。大量、この厚み見てもらうと分かるんですけど当分困りそうにない油取り紙の量です、ありがとうございます。あとまだあるんですよ、もう一つピンクの可愛いやつが。そうそう、今は外でサブアカの方で見てます。外寒くないですか。目もびっちりじゃなくても配信できるっていうことは立派な YouTuber ですね、ありがとうございます。本当何度も言ってますけど、皆さんが見てくださってコメント残すからこそ成り立ってるので、ありがとうございます生川のに会ったら歩くときに緊張して手と足が同時に出ます笑うな、そんなことしてたら吹き出すと思います。魔法のシート、そうですね、テカリを抑える魔法のシートがありますんで、
G-SHOCK はアナログとデジタルどっちが人気？トータル素材関係なくで言えば、難しい、デジタルかな、ちょいデジタルかなっていうところですね。でもやっぱり GA2100 なんかもそうですけど、アナログタイプも同じぐらい人気があるので、そこは本当コーツつけがたいところがあります。うん、初めてコメントします、ありがとうございます。どのように時計が好きじゃけを知っていただいたのでしょうか。今日の川野さんがしてる時計を紹介してください。あ、久々にガーミンやりましょうか。ガーミンもカメラ写り最高でしたよ。僕のヘルペスの方が気になります。ヘルペスあったんですか？ウケる。ありがとうございます。あの本当に全てをフォローしてくださるんですよ、あのご友人と森本さんともに。いろんなカラーがある中で、私はこの5本がいいと思います。で、中からまた絞り込んだんですけど、最終的に2本まで絞って、じゃあどっちにするかってなった時に、私はまあこっちがいいと思いますって言ったら、もうそれを全て肯定してくれるというそういえば今日のラッキーカラー、あの緑だったわとか、あ、緑好きだったんだわみたいな感じで、すっごいあの楽しかったです。髪型かわいいです、ありがとうございます。フストラバーはしなやかで加水分解しないからいいね。お、ツイッター毎日見てますよ、ありがとうございます。地道に続いてるツイッターありがとうございます。結構インスタでは上げてないような内容とか、本当自分のつぶやきを上げてる自由なツイッターです。でも写真とか結構上げてるとは思います。フッ素ラバーは加水分解しないことはない。ウレタンがやっぱり、ウレタンよりかはしにくいですけど、絶対しないはないのかなと。実際お店行ったら緊張しそう。生川野さんに会うとキラキラあのハードル上がっちゃってますけど、本当に普通に来ていただいて時計購入したら使用済みの油取り紙も一緒に梱包してほしいですしませんそんな開けたらギトギト油が入った紙なんて入れちゃいけないですお、森本さんの連れです。今度ガーミン買いに行きますね。ありがとうございました。昨日は本当ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しい時間を過ごさせてもらって、しかもコメント残していただいてありがとうございますお二人のコンビ本当最高でした。ぜひガーミンやってほしい。あ、そうだった、ガーミンの話と東京出張の話もしなきゃ。川野さんの街紹介の動画も良かったです。お、川野散歩ですかね。実は第2弾撮影終了しましたので、編集してアップ今月中にできるかな、したいなと思ってます。楽しみにしててください。人差し指の関節柔らか、考えるときこめかみに逆、指逆に90度曲がってましたよ。えあーってやるときに、もう全頭の体重はあの指に託してて、私結構これ普通で生きてるんですけど、あ、私の特技1個あの紹介させていただきます。親指がめっちゃ曲がる。小学生の時に一輪車ブームがあって、友達と友達のお父さんと空気継ぎ、タイヤの空気継いでたんですね。で、空気継いだらこう最後確かめるじゃないですか。あれで私が確かめたら、めっちゃ指曲がっとるって言われて、当時の私もこれが当たり前と思ってたから、そんなに指曲がっとるみたい
で大人になって時々周りに確認するとやっぱりちょっと柔らかいねと言われるという小話でした。 MRGB5000 の青ずみて在庫ありますか？買おうか悩み中です。お、ありますよ。実機見られます？日本製鉄の純チタンのアナログフルメタル G ショック欲しいね。 MRGB5000 こんばんは。店長さんの棒読み紹介最高。結構昔の動画ですかね、見ていただいたの。やっぱ初期の頃はいろんな意見があったんですよ。照明当てすぎとか、みんな棒読みだとか、私含めYouTube って最初難しいんですよ。今となっては笑い話ですね。川野さんがもらって嬉しいプレゼントって何ですか？現金、やば。チップ。いやいやいや、ここの連携やばすぎません？現金、やば。チップ。川野氏、軟体動物説。え、曲がって。この前千鳥かまいたちアワーでも指がすごい曲がるっていうお姉さんが出てました。やはり金なのか。何も答えてない。金、もちろん金も嬉しい時もありますけど、やっぱりその相手を思って考えてる時間があると、それがやっぱり嬉しいですよね。私にはこれが似合うだろうとか、私はこれが喜ぶだろうとか、そういう思いで選んでくれるプレゼントが一番嬉しいです。石ころとかは嫌ですけど、雑草とか。だからもうようわからんけど適当に、店員さんが選んだやつ入って渡されても、それには気持ちがこもってないので、なんて言うんでしょう、いつかの友達に、私のこと知らない友達に、私の友達の私の友達が私の誕生日のプレゼントに選ぶのに、その人の知り合い、私とは何ら共通も何も知らない友達になぜか買ってこさせて、それをもらったっていう時はもう嬉しさはなかったです。まあ、今の日本語で伝わるでしょうか。グーソーさん、その親指マッサージ師向きですね。そうなんですか。指が柔らかいとかってあるんですね。まあ押すのに確かに体重乗っけやすいんですかね。グーソーさんが言うなら間違いないです。空気継ぐって可愛い方言ですか。空気継ぐ、自転車の空気継ぐって言います。川野さんに会いに遠方から来られるお客様で一番遠いところはどこからお見えになられましたか？富山です。ここ1週間ぐらいで富山からお車で来られました。すごい。途中休憩しつつ。ウォッチ911さんでタイムペリアライブ紹介されとる。嬉しいです。本当、面識もないのに、ありがとうございます。ツイッターは一方的にフォローしてるんですけど、嬉しいですね。ウォッチ911さん、そんな惚れてまうやろ的な返答。どれだろう。こんばんは。東京動画は撮りましたか？東京動画も撮ってないです。東京がすごい都会で人が多いし、体力的にもすごい奪われました。体力が、駅構内も広いから、なんとか線に乗りたい、何駅に行きたいっていうのにも駅を探すのに一苦労で、上の看板見ながら歩くじゃないですか。歩いて行ってるのに途中で看板なくなるんですよ。さっきこっちって指しとったよね、行ったらないんですよ。でもぐる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 、でも駅構内で座り込むとこでした。もう疲れた。
それぐらい都会で、でも銀座のあたり行ったら時計のブティックであったり、普通のルイ・ヴィトンやグッチ、エルメスのいろんなブティックがあって、それを見る分にも、あ、すごい、さすが東京というふうに思いましたね。友達の話なんですけど、は大体自分の話ですね。あ、それ私の話なんですけど、私の友達が私のプレゼント選びに、友達のなんか友達が選んだっていう、私の知らない面識のない人が選んでそれを私にくれたっていうエピソードです。麻雀皮を持つ指のモデルやってそうなくらい指切れ、あ、そんなモデルがあるんですね。こう興味、何の話かちょっとわからない。いや、俺も同じくらい指曲がる、普通かと思ってた。あ、ですよね。私も普通と思って生きてたので、ちょっと普通ではないかもしれないです。半々ってわけでもなさそうです。ちょっと割合少ないかな。東京に他県から来ると目が回るってよく言われる。いや、この通り、目が回る。回りました。G-SHOCKパーツの展示の YouTube アップはできませんか？あ、こちらに関してはですね、ちょっとメーカーさんに許可を取りまして、その後 YouTube かインスタか Twitter か公式 LINE のどこかで上げたいとは思います。まだ期間中なので、やっぱ実際に見に来たいって思ってる方もいると思うので、期間が終わってから YouTube でアップできたら、SNS ツールを使ってアップできたらと思ってます。やっぱ見たいですよね。私も見たんですけど、あ、こんなにパーツがあって、これがこうこうこういう順番でこう重なってるんだとかっていうのがいろいろと分かりました。肌ツヤあるね。光ってますよ。あら、そろそろ。絶好調モードに入ってきたかもしれないです。氷見。富山県の地名です。ゴルゴさん、氷見。チープカシオとか買う？いや、買ってもないですね。タイムペリアにチープカシオ置いてないので。やっぱ東京はザギンですよね。もうザギンですら想像以上に長かったです。まだ歩いて回るで、どこ回ったっけってなっちゃうんですよ。いろいろ見たいと思ってこう歩いてますけど、あれここ見たっけ見てないっけっていうことがあったので、やっぱ東京も慣れないといけませんな。川野さんは時計 YouTuber 界のアイドルとして有名。聞いたことない。そうなんですか。東京で美味しいもの食べられましたか？いやー、それがゆっくりやっぱできなかったので、ハンバーグ食べました。あのツバメグリルっていうところで、もうハンバーグ食べたくって。タイムペディアは超高級店ですから。いやいやいや、カジュアル高級時計店です。東京はどんなお仕事だったんですか？あのメーカーさんの勉強会ですね。勉強会で行かせてもらいました。初めて参加させてもらって、全国から30人ぐらいかな、各お店1人か2人ぐらいで皆さん来て、私は1人で行ったんですけど、まあ、そこで他店さんと交流して、そこで学ぶことも多かったですし、初めてこう、なんて言うんでしょう、他のところで、うん、友達じゃないですけど仲良くできる方と出会えたので嬉しかったですね。
場所も近かったのでまたお会いできたら嬉しいなって思ってます。しかも楽しかったんですよ、それがまた。年代も近い方が多かったですし、でその、お食事会で名刺交換した時に、YouTube やってますよねって言ってもらえて、そこでもう、やってるんですよ、ありがとうございますっていう話が弾んで、見たって声かけてもらったのは本当嬉しかったですね。京都の方とか福岡の方だったんですけど、もうやっててよかったって思いました。でもやっぱりなかなか気づかれないものですね。その日会ってから昼ぐらいに会って、夜のご飯会で気づいていただいたので、実物と YouTube の顔が違う説はあります。ご了承くださいませ。東京は街の切れ目がないからね、住んでると慣れちゃってわからないけど、慣れはすごい。次広島に行くときはタイムペディアの他にどこ行けば楽しめますか？でも定番で言えば宮島、私は楽しいと思いますよ。食べ歩きができるので。美味しいご飯、穴子飯も食べられますし、穴子飯、牡蠣、揚げもみし、チーズ。食べてほしいですし、鳥居ももう改修工事終わったので綺麗になってると思います。綺麗になってからまだ行けてないんで行きたいんですよね。G-SHOCKのガスさんマジでやばい。日本より海外から人気がありそう。ガスさん数ヶ月前に発売されて、もう限定すぎて日本に何本入ってきた、数本だと思うんですけど、非常に作り込まれてましたね。刀の文字、鍛錬っていう文字が刻まれてて、確かに海外の方にはすごく心に来るモデルかもしれないですね。日本の心とか日本の伝統とか。東京初めてですか？銀座服部時計店行きましたか？行ってないです。さらに銀座天正堂も時計店いいですよ。オメガここいいですよ。僕もオメガここで買いましたよ。どこも行ってないですね。銀座6とか、ウォッチメゾンさんとか、あと路面店ですね。回りましたね。アワーグラスさん行ったんですけど、棚卸しでお休みでした。銀座中央通りのツバメグリルかな。あったんですか。私渋谷まで行きましたよ。渋谷じゃないか。どこだったっけ。忘れた。銀座では食べてないです。ちょっと駅2つぐらい遠いとこ行きました。お、ハロー。30分の1に選ばれるのすごいですね。取扱店舗で各店1人2人とかなんで。行かせてもらいました。お、みっちゃんのお好み焼き美味しかったです。お、みっちゃんのお好み焼き食べたんですね。どこで食べたんだろう。みっちゃんもいろいろ店舗があるんで。 G-SHOCK 好きに川野さんを知らない人はいない説。おお、なんか水曜日のダウンタウンみたいに説。フロックマンタイムペリオ抽選ですよね。何本入ってくるかもわからないですし、最初は抽選になるかもしれないです。でも限定モデルで ないので、予約っていう形では受けさせてもらいます。タイムペディア川野が全国区にタイムペディア限定軽食川野食いつか作りたいな。余計に実物買うのを見たくなった。ぜひ。
いや、みんなうすうす気づいてたけども、言い出せなかった説。説が増えてきた。どうも、あ、皇帝さん、こんにちは。港区あたりは普通に芸能人歩いたり飲んだりしてますからね。行ってないな。視聴者数がウォッチ911さんと同じ、みんな同時に見てる説。みんな2台で見てる説ですね。G-SHOCK 好きイコール川野さんでしょう。あ、そういう認識がもっと広まってくれたらやっぱ嬉しいですね。頑張ります。ハンバーグ食べたとかコーヒー苦手とお子ちゃまですね。そこも人気の理由かな。コーヒーは苦手でハンバーグ好きです。美味しい。 YouTube と実物に差がある。ああ、実物の方が何倍も素敵ってことですね。ザブトありがとうございます。ナイスフォローです。来るならご案内したのに、ツバメグリルのホイル包みハンバーグかな。品川にもあります。そう、品川行きました。人が多かったですけど、まあ、すぐ入れたんですけどね、タイミング的に。美味しかった。じゃがいもも美味しかったですし、プリンも食べました。学生の頃銀座行ったけど、めっちゃ大人な街でしたわ。大人ですよね。お、お疲れ様です。今日の仕事が長引いた。お疲れ様です。G-SHOCK MTG 買う前のモデルと仕事話、ちょっと偶然にも被っちゃったんですよね。おー、MTG でもやっぱ被ることがありますよね。電波ソーラーで顔のショック作ってほしい。あ、やっぱ電波ソーラーがいいですよね。電波ソーラーになると、電波ソーラーでコラボモデルとか特別モデル作ると、多分2万2000円で収まらないです。どれぐらいいくかな。それでも電波ソーラーでよろしいですか。何にも決まってないのに勝手に話を進めるっていう。MRG ブロックマン、4年前に制作が決まり、今回40周年記念に間に合わせたらしいです。外装パーツ70個 MRG では最高ですよ。そうですね、70個以上ということで、非常に多いパーツで構成されてるんですけど、 B5000 で25個でそれ以上ということなので、じゃあどんなこだわりがあるのかっていうのはまた YouTube で紹介できたらと思ってますので、しばしお待ちください。5万ぐらいどうなんですかね。6万とか5万か、2万2000、まあ、5万か、5万ぐらいでできたらいいですよね。電波ソーラーのまあウレタンになるでしょうね。ウレタンでちょっとデザイン入れると5万円かな。ということで、私のお気に入りガーミンをご紹介したいと思います。ガーミン、スマートウォッチ界ではまあアップルがダントツですけども、まあ、それに次ぐぐらいの有名なメーカー、ガーミンです。アメリカ創業の GPS メーカーで、車のナビだとか船舶、飛行機などの GPS 機能としてもガーミンが採用されているそうです。私は Venue SQ Music ですね。2年前の1月に発売されたタイプで、Apple Watch も欲しいなと思ってたんですけど、ちょうどこの四角いタイプで、でカラーも可愛いのが出たので、これ買いました。もうめっちゃ使ってます。仕事中は普通の時計ですけど、通勤だとか、ゴルフするとき、自転車乗るときはこれつけてます。汚な指紋が。Venue SQ Music、 名前の通り音楽機能がついてます。 Spotify、 Amazon Music、 LINE Music が OK です。 Apple Music は使えないはず。で、これが Android も iOS、Apple もどちらも対応です。で、私がよく使うのは、まあ、音楽。音楽ですね。
で、あとはバイクとゴルフ、この2つですかね、スポーツで使うってなると。今日の歩数、あ、全然測ってない。血中酸素濃度、60何日前に測ったのが最後です。ちょっと右手につけてみよう。で、あとできることで言えば、心拍の計測と睡眠の計測と、あとはボディバッテリーというガーミン独自の機能なんですけど、自分の体の充電があとどれぐらいあるのかっていうのを数字化して目に見て分かることが、目に見えて分かります。ボディバッテリーはじゃあ何に関係するのかっていうと、睡眠の時間や質が主に影響するそうで、メーカーさんに聞いたら、お酒を飲んだ翌日はボディバッテリーがもうたまらないって言ってました。5から6って言ってて1しかたまってないっていうなんで、かなり正確に自分の充電が分かります。ベゼルにタイムペリアって書いてほしい。前々からちょっと突っ込もうと思ってたんですけど、タイムペリアの綴りがほぼ違います。すだちさん、タイム TIMEPEDIA、 ウィキペディアのペディアにタイムはタイムガーミンはインスティンクト2を使ってるけど、超軽いしベルト柔らかいし超いいよ。インスティンクトって柔らかいですよね、ベルトが。このベニューよりもすごい柔らかかったイメージです。で、もともとサイドボタンでしか操作できなかったですけど、画面タッチが増えたんですよね、確か。ウィーウッドの時計はどう思いますか？木製の時計ブランドです。すいません、ちょっと勉強不足でわからない。自転車でこれつけたまま転んだんですか？あ、そうです、これつけて大こけ、大こけしました。痛かった。傷ついてないから時計は無事そう。あ、もう余裕で何にも傷がついてないです。丈夫ですね、時計も私も。ガーミンアナログデジタル出ましたね。ガーミンすごいですね。以前の動画で社長さんと SK のことやってましたよね。あ、やってました。それこそ初期の頃にアプローチ S62 もしましたし、42もしたし、ベニュー SQ もしたし、ベニュー SQ つけてゴルフしましたし、今年はまたゴルフ動画出したいんですよね。タイムペリアゴルフ対決、ガチゴルフ対決で、もちろんみんなガーミンつけて、グリーンまであとどのぐらいでした、じゃあ9番で打つか。暖かくなってきたんで、そろそろいけるかな。今年の目標は110を切ることですね。スマートウォッチを使うと機械式には戻れなくなりそう。いや、意外と戻れますよ。ほんと使い分けです、私の場合は。やっぱちゃんとした腕時計をつけると仕事感出ますし、これを外してこっちつけると、まあ、気持ちが楽っちゃ楽。川野さんの飲んでる時にバレたりしてね、時計 GPS 付き機能、時計 GPS 付き気をつけてくださいね。どういうことですか？そうです、ボディバッテリー、ガーミン独自の機能です。連れに負けないように自分もガーミン買おう。ガーミンも結構いろんな新作出てますし、まあ、もちろんガーミンだけにこだわらずエドックスでもいいですし、ボールなんかも1本持っててもいいのかなと思います。
でもちろんカシオも。なんで、カシオとボールとクエルボとハリーと、あ、4本買えそうです。トリビアの泉によると、カシオは A から Z 職までの全部の商標を持ってるはずなので、経営職の商標も持ってるはずですね。なんかコメントかなんかでいただきましたね、前も。A から Z まで。アルトさん、さすが。ガーミンはベルトの変更もできるの？あ、できます。オプションでいろんなカラーといろんなタイプのベルトがついてます。ついてるというか、変更可能です。これなんかスライドでベルト変えられるので、もう簡単、簡単中の簡単。やばいやばい、突っ込まれた。楽しみですね。川野さん、ドリンクタイム必要ですよ。確かに喉乾いた。自転車で転んで無傷とか、さすがバレる。どうやって転んだのか覚えてないんですけど、行ったって思ってみたら何一つ汚れてない。もうあれ、私こけたのになと思いながら。スマートウォッチでは、はい、ファーウェイ、ナノセラミックがすごい。傷がつかないよ、滑らか。ガーミンもアナデジタル発売しましたね。ソーラーアシスト増やしてくれたら買いたいね。ソーラーなくても、私ソーラーこれないんですけど、だいたい4日に1回充電するペースなので、もうそれでも持ってるから、私はソーラーなくてもいいかもっていう。USB、こっちでもいいかもっていう。ガーミンの新作紹介もしてほしいな。そうですね、今年はガーミンの新作紹介も頑張ります。もうほんと YouTube が追いつかない。そんな見ると欲しくなるやんか。ぜひぜひ欲しくなってほしいんで、もう、お願いします。買ってください。買ってください。まあ、オンラインで売ってますし、ほんと店頭に来てもおっしゃってもらったら、どんなものがあってってご紹介できますんで、お気軽に言ってください。革のショックならさすがに商標も大丈夫そうですね。ああ、軽ショックならあれですけど。革ショック。ガーミン SQ2 はお風呂とか洗面所でもつけっぱなしですか？お風呂はつけてないです。サウナとかお風呂は、温泉とかもですけど、はやめておいてください。通常の水はいいんですけどね。あったかいお湯だとか、あったかい空間っていうのは、故障の原因につながりかねないので。そうなんですよ。4日に1回なんで、かなり持ってます。でもただ、ゴルフするだとか、自転車こぐだとか、まあ、ランニングするだとかで、GPS 機能を使う場面で、それが何時間も何時間もあると、充電の減りは早いので、そうなると4日に1回とはいかないですね。ゴルフ終わったら充電するっていう感覚なので、その時に限っては1日です。買っちゃいそうやな、そんなん見ると。ほんとカラーバリエーションも多いですし、私はこれ持っててよかったって思ってます。で、モデルによってはスイカも使えるので、スイカ入れてピッてできます。川野さんのインスタ解説してほしいです。もういっぱいいっぱい。もう間に合わない。ツイッター始めたんで、ツイッターとタイムペディアの公式で私の好きなようにやるんで、その時は見てください。プライベートの写真なんかもやっぱたまにあげたいなと思うので、そういう時は公式の方にあげさせてもらいます。自転車無傷はサイボーグかな。安物のスマートウォッチしなくなったな。おお、フロックマン紹介終わった。あ、ブロックマン紹介、そうですね。なんかちゃんとやってないですね。あ、やばいやばい、あと1分、あと1分。あ、やばいやばいやばい。忘れてた。忘れてたというか、なんかちょっと話したつもりでした。スキー場でもコース案内で使えるんでしたっけ？スキーは、スキー。わかんない。すいません。ちょっとスキー使ったことないんで。わかんないですね。こんばんは、和田つとむ。ミッドナイトさん。誰だ。
和田勉って誰ですか。川野さんインスタいいですね。余裕が心に余裕できたらで、インスティンクトは3週間ぐらい電池持つよ。あ、インスティンクト長かったですよね。スマートウォッチ 200m 防水欲しいね。時間経つの早いわ。公式の返信は川野さん、岸本さん。基本的に私が見てやるときもあれば、私が休みのときは他のスタッフ、岸本さんはじめ他のスタッフが返してくれるときもありますが、私が返せるものは返してます。和田弁、こんばん和田弁、分からん。あ、そうですね。あ、50分になったんで、次は来週の予告です。来週26日も同じく17時50分から18時50分まで1時間ライブしたいと思います。岸本と2人ですね。もう何なら岸本ソロかもしれないです。やらないといけないことが多いので、私、岸本ソロ期待しててください。ピクセルウォッチ買ってしまった。うわ、名前すご。金曜日はカレー。私あれが好きです、バターチキン。本気でスマートウォッチ G-SHOCK で出したらすごいね。あ、皆さん早い。バイバイ先に言われた。さようなら、麺大好き小池さん。なんやねん。ということで、もうあっという間の1時間でした。本当ありがとうございました。来週何かしてほしいリクエストがあれば、Twitter、インスタ、YouTube、コメントに残していただけたら、おそらく岸本さんは答えてくれるんではないでしょうか。私も出るかもしれないし、出ないかもしれないし、岸本さん一人で、ほんわか癒しタイムということで、私も視聴者の気持ちになってみたいなと思ってます。集合ですよ、皆様。26日。日曜日、よろしくお願いいたします。よし。本当ありがとうございます。皆様、いつもお集まりいただいて。それでは、また来週会いましょう。ありがとうございました。帰りましょう、帰りましょう。帰ろう、帰ろう。ありがとうございます。OK。